昨日夜更かししたんでしょう。夜更かしっていうか、華道の図録読んでたら寝るのが遅くなっただけ。ランちゃん、あんまり無理はしないでね。それを言うならつぐみも、フォトコンテストの準備結構大変なんでしょ。まあちょっとだけ。今年も開催できることにみんな喜んでくれたみたい。去年の倍くらい応募があったんだ。おお、それは素晴らしいですな。フォトコンテストが継続できるように頑張った甲斐があったな、つぐ。うん、ありがとう。で、フォトコンテストが終わったら、次はいよいよ GBT3 回戦に向けて本格的に練習っと。いやイベント満載で休む暇がないな。これぞ高3の春って感じ。高校生でいられる最後の年だもん。もっともっと充実させたいの。その一つ一つをアフターグローの伝説にしていこう。ひまり、ちょっと声が大きいって恥ずかしいから。最近いい感じだし、この勢いだとGBT も優勝できちゃうんじゃない？優勝するためにも練習頑張らないとね。よし、じゃんじゃん叩きまくるぞ。みんなやる気満々でメラメラだし、新曲作っちゃう？モーカー、ナイスアイディア。せっかくだしみんなで作ろうよ。うん、いいと思う。ランちゃんはどう？私も別にいいと思う。じゃあ次の練習の時までにたくさんフレーズ考えてくること。次の練習っていつだっけ？あれ、今日からじゃなかったか？スタジオでの練習は明日からだよ。ごめん、今日は私がダメなんだ。どうしても抜けられない予定があって。それは仕方ないですな。明日から頑張ろう。図書館で借りた過去の展覧会の図録、すごく参考になる。こんな画材あるんだ、知らなかった。こんな風に大きな作品作ってみたい。高校1年生の私が今の私を見たら驚くだろうな。こんなに真剣に華道に取り組んでるなんて言っても信じなさそう。高校3年生になった今ではこの時間も悪くない、そう思えるようになったのは今までの時間があったから。だからこそGBT に本気で挑みたい。アフターグローで最高のライブをする。その気持ちに嘘はないけど、それと同じくらい今は自分の華道の引き出しを増やしたい。そして次の師範代への昇格試験で必ず。そうだ、私あの時、私は華道家になる。